5月29日月曜日、全国のお天気をお伝えします。明日も広い範囲で雨が降ります。沖縄は雲が広がりすっきりしない天気となり、にわか雨の可能性があります。強風や高波にもご注意ください。そして中国四国地方から関東地方にかけて広く雨が降ります。北陸や山陰地方の方は朝の通勤通学の時間帯に雨が強くなる恐れがあります。お気をつけください。また北日本も雲が広がり、にわか雨のお心配があります。折りたたみ傘があると安心です。気温見ていきますと、西日本は気温が高くジメジメとした暑さを感じられそうです。北日本などでは今日よりも気温が下がっているところが多くありますので、服装選びお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。